はい、続いて76号来ます。76号いよいよこれ A ピラーと C ピラーの内装ですよね。内装のパーツが来ました。これ最初の頃の画像だとこういうとこのプラスチックのパーツが赤のまんまだったんですけど、ちゃんと黒で来ましたね。まずこのパーツになんかスイッチ、これスイッチらしいです。スイッチをつける作業ですね。いきます。はい、こうスイッチがつきました。で、続いてそのスイッチをボディフレームにはめ込む。ボディフレーム、これダイキャストです。ボディフレームのここか、ここですね。ここにはめて、ここネジ止めですね。ここをネジ止めですね。でこれ多分ドアが閉まった時にルームランプとかが消えるようなそんな作りなんですかね。続いてパッドとドラフターの取り付け。これここの一番上の穴にこれを入れます。こういう接着らしいです。こういう風ですね。この接着です。で、続いて、これですね。これ、ドラフター。これの接着。これが、ここの穴に来ますね。ここに接着です。こうですね。で、サイドシルプロテクター。これを両面テープで留めます。ここですよね。両面テープ止めですね。これ多分また次回も使うんでしょうね。両面テープ2つ、2本入ってますんで。今回は以上ですね。これで完成です。こうですね。この辺りに来るんですね。絵が見えないですね。こうですね。この辺りに来るパーツですね。